始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは263ページの標準問題の、6番について解説を加えることにいたします。これ定等権の効力の応用範囲ですね。いくつか考え方出てくると思いますので、どういう考え方に立ったらどうなるかというそこのところをですね、しっかりと考えてみてもらいたいと思います。はい、まず問題ですね。 G は S に対して1000万円金銭債権担保するため S の所有する高不動産建物だと、これに定等権設定を受けたと。で、その S の債務不履行原因でこれらから定等権実行するわけだが、以下の目的物について定等権の効力を及ぶだろうかと、根拠条文とともに説明しなさいということで、もう一個ずつ見ていきますか。じゃあ丸1、高不動産の屋根等に備え付けられている太陽光発電機一式ですね。で、この太陽光発電機一式というのが、高不動産を売った時にその太陽発電機一式も一緒に売られることになるのかというと、これ重物になるわけですね。で、これ取り外しちゃうともう、太陽光発電機としての機能を失うのかと、そういうことはなさそうですね。なのでこれ重物ぐらいになるんですかね。そうすると重物だとすると、民法のもちろん、これ370条ですか。定等権は定等地の上に損する建物を除き、その目的である不動産（括弧飛ばします）に付加して一体となっている物に及ぶと、付加一体物は及ぶということが前提で、その上で今こう問題になるこの重物については、87条だったっけ、87条を見てみると、87条に、重物は主物の処分に従うわけですから、主文に設定した定等権の効力が重物にも及ぶという、まあ、こういう理屈にこうなってきそうですね。丸1の場合ね。で、丸2の場合どうですか。高建物で S が使用していたパソコンと机、これは、例えばね、家をさっきから同じこと言ってますね。建物を売った時にこのパソコンと机も売ったことになるのかという話ですが、もちろん当事者の売買契約の特約が合意がどういうものであったかという、その特約が優先するのは言うまでもないですが、通常売買した時に、建物ですよ、高不動産という建物を売った時にパソコンと机までついてくるかって言うと、なんかついてくるようには見えないんですね。だとするとこのパソコンや机というのは独立物だということになりそうですので、したがって、これ定等権の効力を及ばなそうな気がします。そのことは同じように言えるのは、3番の S が所有しているオツ絵画ですが、この絵画なんか経済的価値のある絵画ですね、この A も、家を売った時に売ったことになるのかというと、まあ、もう家のですね、構造に組み込まれちゃったような絵画とかだったら、それは不合物になるかもしれないけれども、もちろんそう考えてもいいんですよ。そういう場合だったら不合物になるから定等権の効力を及びますという考え方、それはもちろん構いません。でも、これ通常まあ絵画だから取り外すわけですね、彼からね。そうするとそれだけ独立で売することになると思いますので、家を売った時に高絵画まで売ったことになるか、そういうことはならないと思いますね。そうすると3番のこの絵画はなんか定等権の効力を及ばないような気がします。で、4番、高不動産の脇に止めている S 所有の自動車、これも完全独立物ですね。だからこれはもう定等権の効力を及ばないわけです。それから丸5、高不動産の庭で育てていた野菜の苗とその収穫物、この野菜の苗っていうのはこれも切り離せないですね、どっちからね。だから符合しちゃってるわけですね。それから、だから野菜の苗については不合物ですから、これ不可一体物に含まれると考えていいんでしょうね。で、収穫物はこれ果実ですから、これは、371条になるんですよ、今度。定等権は、担保する債権について不履行があって、その後に生じた定等不動産の果実に及ぶですから、だから債務不履行以降の収穫物については定等権の効力を及ぶと考えていいと思います。それから6番ですね。高不動産と合っている土地は、A から地上権の設定を受けていたという場合に、その地上権ですね、住たる権利、この住たる権利にも及ばないと、これ常に何ですか、これ経絡した人がですね、地上権持てないんですということになっちゃうと、常に経絡に不法占拠者になってしまうわけですね。
これでは、この高、不動産という建物の、交換価値著しく減債されることになってしまうので、そう考えるとこの地上権というのは、これは、重たる権利として、抵当権の、何ですか、効力の及ぶ範囲に入ってくると考えるのがいいかと思います。それから7番ですか、高不動産の屋根等に備え付けられている太陽光発電から生じる売電収入、なんか太陽光発電機好きですね。これもさっきの371条の方で、債務不履行後の過日に及ぶわけですね。だからこれ、5番の、 あの収穫物と同じ議論だと思います。それから、8番ですか、 S が高不動産から引っ越しする際に持ち出した高不動産の畳ですか、これはもう持ち出しちゃってる以上は、これは抵当権の効力及ばないと考えるしかないですね。もしもその畳を誰かに、第三者に売却したというのであれば、その第三者が、まあ、即時取得するようなこともあり得るかも、動産ですのでね、即時取得することもあり得るかなと、こういうような、見解になろうかと思います。少し前提を変えていくと、回答が変わるものも、あるかもしれません。はい、それから続いて7番ですね。同じくやっていきましょう。G は S に対する100万円金銭債権担保するため、何か担保になるものを探していたところ、A の有する高不動産抵当権の設定を受けることを思いついたと。で、そこで S が A に対して、抵当権設定、道してもらいたい旨の依頼したところ、A はこれを承諾したと。その後、G は SA 間の合意に基づき、自らが、高不動産の抵当権者であると主張した、この主張を認められるかということです。そうするとこれ誰と誰ですか、 S が A に対して、債務者が、担保不動産を差し出す人ですね、抵当権を設定を受ける不動産の所有者に対して、担保権設定を依頼したけども承諾したと、いいと言ってるわけですね。だけれどもこれ債権者と抵当権の設定を受けるものですか、それですよね。だから抵当権の設定を受ける、だから抵当権者と、それ と、この権利者ですねとの間、この場合ですと G と A との間の抵当権設定契約が、抵当権設定、約定担保物件としての抵当権設定の成立要件ということになりますので、だからこれ、この主張、抵当権者であるという主張は、この時点で無理でしょうね。G が A との間で抵当権設定契約しないといけないと、こういうことになろうかと思います。